はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続きやっていきます。じゃあユウスケと過ごすか。はい、うん、うん、今ではないスランプから抜けられそう。はい、うん、行こう。教会、うん、うん、愛、悪くない切り口だと思ったんだが、大事なことを学んだ気になって手当たり次第に書いてはみた。だがどうも満足する絵には至らない。芸術の神の前で俺はまさに迷える子羊だ。ああ、だから教会に来た。今度のテーマはズバリ苦悩。たった一人で現在を背負ったキリストの苦悩を描く。うん、うん、絵画も彫像もあるが模写ではダメだ。生々しさが描けない信徒、うん、ではモデル、なんで動こうか。おお、うん、いや、ユウスケね、ワンチャンこういうの刺さると思ったんですよね。それもいいっつって。生まれたままの姿、それはすなわち生まれた苦しみの体験。ああ、さあ脱ぐんだ、うん、いいね。一応一般常識はあったんだね。さて、ポーズをとってくれ。苦悩を体現する。ああ、いいんだ。まだまだ余裕に見える。ああ、苦しんでない。こういうのは顔のシワ一つでも印象が違う。したいでも俺は手を抜かん。違う。手は高く。うん。そうなの。これがキリストの苦悩なの。ああ、感じる。ああ、そうね。これ、傍から見たら、教会で騒いでる若者だからね。いや。同時に復活や許しというポジティブな意味もある。ほう、そうなんだ。うん、ああいいこと言うね。さすが神父さん。今日の苦悩が明日の希望につながる。そう考えれば受け入れやすくなりませんか。そうね、人の迷惑になるかもしれませんから、ほどほどに。すごい。うん、学んだね、また。鏡、自分を表す存在ってこと。まあ服装もなんとなく色味は似てるよね。オンに切る、うん、カード作成。ああ、これちょっと気になってたんですよね。一回でも作ったことのあるスキルカードの作成が可能になる。よし。だから今まで私はカードを作れるのかな。
ょっと後でまた話してみましょうか。やばいな。またな。うん。貼り付けの姿にある復活、許し、そして希望。俺には感じ取ることができなかった。俺はまた表層に囚われ、同じ過ちを繰り返したわけだ。うん。学べば考えれば考えるほど遠のいていく。心の深淵。ああ、いいね。希望はある。うん。今日学んだよね。がいてくれて俺は本当に過保護者だ。ああ、まあ幸せ者みたいな。はい。今日はないね。で、ゆうすけ、ああ、夜は会えないか。明日会えたら会ってみて、カードは どんな感じか見てみようか。ああ、で、岩井さんがあげらんないね。どっかでコープ行かないとね。そうね。はい。じゃあ今日は、ちはやさんかな？ね。はい。で、前回ちはやさんとは、スカイツリーに行ったんだっけ？だけだっけ？冷え込みますね。ね、寒いよね。ね、こことか特に寒そう。うん、部屋来る。え？あんたの家。あ、なんや。へぇー。おぉ。後ろのあれ気になんね。うん。ね。音楽。あー、ごめんね、気が利かなくて。真ん中かな。そうですね。うん。おお、かっこいいだって。そういや、うん、メメントっすね。どうしようか。今日ワンチャンいける可能性あるよね。たく、うん、後悔先に会わず先に立たずじゃない。スミレとは会えますけどもね。デートに行くってのもあるけど、あ、小田くんここで来んのか。ちょっと待ってよ。どうしようか。ってなると明日あたりまたユウスケとか、リュウジが出てくるよね。どうしようか。いいか、今日行こうか。メメントスね。はい。じゃあ、リクエスト見たっけ？あー、全部見たっぽいね。じゃあ行こうか。3つね。はい。アーレスじゃなくてメメントス。うん。はい、よろしくお願いします。
行くぞ。今日もしっかり仕事しないとな。うん、そういやジョゼはどうなるんでしょうね。ね、結局全部言ったよね。なんかマルク先生との戦闘に関わってくるのかな。さあ、あー、ここに2体か。 S ランクがここにいるっていうね。はい、じゃあ先にこっちから行っちゃおうか。我が輩は猫じゃないぞ。その証拠に昨日も風呂に入った。マナちゃんいつも綺麗にしてるもんね。すごい、猫は嫌がるよね。さすがだね。はい、で最初のターゲットね。で行く前にリュウジの技で瞬殺ってやつ覚えたじゃないですか。あれがすごくて、あいつじゃない、黄色はダメで、ちょっといないな。まあまた披露するわ。はい、じゃあ行こうか。ん？うん、これは。うん、不安時、アイドルに入れ込んで、家庭をね、ちょっとほったらかしにしてるというか、まあ良くない状況ですよね。うん、家族のためにも。リリにはまあ優しい。明星だよね。明星リリだよね。別にいいだろ。俺にはリリニャンがいればそれでいいんだ。おいおい。うん。そうね。まあ分かっててだよね。はあ？金を使ってれば、うん。ダメ。うん。なんか言いながら虚しさを感じるというかね。で、ユニコーンか。うん。趣味に口出ししてくるなんて妻だけで十分だ。で、ユニコーンね。はい。これ粘土じゃない、なんだっけ、呪い効くのかな。映画音、ラウルいなかったっけ。あ、ラウル預けてんだ。そっか。うん、ちょっとこれで呪い見てみようか。いただいていく。どう、あ、弱点。いや、そうそうだよね、弱いんだよね、このつかユニコーン自体低レベルじゃなかったかな。俺がいなくなったらリリニャンを支えるオタが一人減ってしまう。ああ。見逃してくれ。これ会話だよね。んだよそれ。うん。今までこいつのことを調べて分かったのは、家に居場所がないと子供に関わりたいのに関われない。ちょっと待って、これ正解見ようか。見ながら自分で考えた上で正解見てっていう風にやろうか。はい、じゃあ、上じゃないよね、迷惑はしないよね。んー、家族はどうなる、これかな。うん、正解。君は何様だよ。なんで家族が出てくるんだよ。妻とはずっと喧嘩続きだった。どうかと思う。子供に習い事ばっかり押し付けて、あんなんじゃかわいそうだろうって。相手できないよ。って言ったんだ。いくら言っても通じない。俺の言葉なんて届かないんだ。ところでさ。でもリリニャンは違う。リリニャンが言いづらい。僕は君のために生きる。リリニャンは俺の言葉を真剣に聞いてくれる。俺と向き合ってくれるのはリリニャンだけなんだ。うん、一番上が一番分かってはいるんだろうけどね。真ん中は子供と向き合わないのか。正解。今更さ。小遣いは全部 CD。 時間があればライブに行って、家庭なんか全く顧みてこなかった。
自分の話か。いいざまだね。妻の方が先に俺を見捨てたんだから、今度は俺が見捨ててやるって。あー、まあやり返したみたいな。なるほどな。うん、まあそうね。本当にアイドルが好きというか、逃げ場所が欲しかったというか、ちょうど良かったんでしょうね。本人が多分一番分かってるでしょうね。僕は口だけのやつさ。家族の厄介者なんだ。上かな。そうか、もともと子供からの依頼だったよね。上かな。正解。はい、子供はそう思ってない。戦闘は楽だった。俺だって家では子供の教育方針で言い争いばっかりで、そんな時リリニャンに会ったんだ。リリニャンはいつでも全力の笑顔で一緒に夢を追いかけている感じが心地よくて、ギスギスした家庭より、それを学生に指摘されて取り乱したりして、なんと俺はみっともないんだ、みっともなかったんだけど、手間かけさせたな。リリニャンを追いかけるのは子供と妻とちゃんと向き合ってからだ。そこは変わらないんだね。まあ両立できるといいよね。確かに。おいおい。感謝するよ。はい、ワンショットキル。なんで一コロってことかな。アイドルにさ。これはすごいね。はい、じゃあ2人目ね、行きましょうか。メンツはこのままで。まあ、最深部一個手前の場所だから、普通に強いかもね。誰だ？あ、まさき。迷惑動画配信者ね。俺様の動画でバカどもが青くなったり赤くなったり、愉快愉快。んだよそれ。はあ、家族に迷惑。アンチは人気のバロメーター。バカじゃねえの。仕切ってる親も弟もみんなバカだ。俺様が有名になってるのを理解できてね。かかってこいよ。召喚。どうしたビビってんのか。これなんだっけ。まあ状態条件の敵だったと思うけど、でこのマカーブルだっけな。マカーブルっていう確かペルソナなんですよね。踊り手なんだよね。踊れっつってるけど自分が踊ってるみたいな話なのかな。いや、でこいつなんだっけなぁ。わかんないな。チェックメイト。あ、これ使う？そうね、ランダマイザー。ランダマイザーの強化版だよね。はい。いいよ。で、ネギドラオン。あー、タフだね。明智くんは3ターンまでは強いから、普通に攻撃した方がいいんだよ。どうだ？どっちか、レジストか。あとは弱点を奪いとこうか。氷。てか？あ、意外と物理？
弱いな。さらにしようか。何体出すんだ。弱点が分かんないとこれきついかもね。思考の間だ。違うか。で、雷を暴いたね。物理はマグネアストラ。おお。で、あとは風。これでいったよ。レボリューション召喚ばっかだな。これクリティカル刺さるんじゃない？殴ってもね、一応いいんだよね。ん？味方もクリティカル上がってるよね。じゃあ殴る？ねえ。いいね。じゃあ主人公投げて。あ、ワンショットキルか。やってみる。ダメか。全体ダウンさせないとダメなんだよね。ナイスナイス。これもう一回いけるけど倒しちゃいたいな。これって一発だけだよね。一発というか一体だけだよね。どうしようかな。二発使う？使うか。でもう一発撃てるよね。オッケー。ボコボコにした。はい、また倒すだけですね。俺の恐ろしさを味わえ。レーバーテン。おお。ゴーストハンド強っ。仕方なかったな。うん。動画の再生数が伸びていくたびにすっげえ気持ちよくてたまんなくなった。家族に止められてもあの気持ちよさを取り上げるのかってムカついてムカついて、ああ自分から取り上げるのかっつって、うん、そうね、弟に、うん、悪かったよ。アンチが人気のバロメーターなんて完全にどうかしてた。弟のこともひどく殴っちまったんだ。ああ親にもひどいことを言ってすみませんでした。はい。うん。破天荒ベルト。これはすごいね。うん、はい。ということでじゃあ今回はこれで以上です。次回残りの一人のヤクザを。やってかな。で、あと、一番奥に、ジョゼがいるんで、そう、これまでと違って、なんか確定で一番奥にいるっぽいんで、なんか話があるのかな？わかんないけど。まあ、話してみてるかな？はい。じゃあ以上です。はい。ありがとうございました。